集まれトークショーバリピ TV。 さあ始まったバリピ TV、 ゲストは激ヤバ俳優キズタクミ山崎大輝。今日のテーマはバイブス上がるニュー。最近上がったニュースあるかな。梅干し味のお菓子を食べまくることですね。本当にそのバイブス上がってる。そうだね。ちょっと待ってくれよ。おいどうしてご飯食べたかちゃんと。ちなみにさ、一番これやばいよっていうのは、今一番来てるのはカリカリ梅ですね。カリカリ梅、初めて笑顔が出た。口角が上がったぜ。トイキはキューレンジャー の、うん、あのガチャガチャがあるんですよ、うん、もうガチャガチャのこう設置物がありますと、そこにキューレンジャーのやつないかと僕は探しまして、あ、なるほど。そこにキューレンジャーのガチャガチャを見つけると、うん、僕のバイブスが上がります。キューレンジャー、熱いね。結構出るまでやんの。人見つけ1回みたいな、うん、なんかそういうちょっとルール、自分のルールがあるんだ。自分の出たことある。ありますね。お、ある。1回で。いや1回でもです。え、1回しかやんないんじゃないの。いや違う、あのそういう時は時々ルール変してあのおい大輝ブレブレじゃねえかよ。そんな2人お知らせあるんでしょ。僕たちが出演している宇宙戦隊キューレンジャーが、毎週日曜日7時30分から放送しております。10月1日からお引っ越しして午前9時30分からの放送に変わりますので、これからも応援よろしくお願いします。お願いします。金曜までには、はい、匠の根っこのバイブス見つけ出しちゃうからね、うん、よろしくお願いします。あげろ。